こんにちは、金黒です。スマートフォンを今使ってらっしゃる方は、買い替えというよりも 5G 待ちになっている方が多いようです。金黒レビューチャンネル。アメリカの調査会社 MPD という会社が2019年のスマートフォンの動向について調査していました。アメリカのスマートフォンユーザーに対して、今使っているスマートフォンが3年以上使ってらっしゃるっていう方は全体の4分の1いらっしゃって、前年比に比べると 18% と、全体的にスマートフォンを長く使うというユーザーが多くなっているようです。2年以上今の機種使ってらっしゃるという方も 39% と、もう4割の方が2年以上という形になりますので、2年以上3年以上合わせるともう半分以上の方は2年以上使ってらっしゃるというデータになっていると思います。逆に考えると、2年以下で買い替えてらっしゃる方もまだ、半数以下ではありますが、結構な数いらっしゃるということにもなります。全体的にはスマートフォンの買い替えサイクルは長くなっている傾向は間違いないことなんですけど、それはスマートフォンの価格が年々上がっている割には、使いたいなという新機能があんまり目新しいものが出てないというのが現状だと思います。どの工業製品でも伸びるときは一気に伸びて、いずれそれが飽和状態になって横ばいになり、またそこからある程度経つと下降するのが一般の工業製品の、サイクルっていうのが一般的だと思いますけど、スマートフォンはもう横ばいに来てちょっと下降気味になってるのかもしれないなというふうに思いました。新しい目新しいもので言うと2つ折りのようなスマートフォン出てますが、20万円超えるようなもの、なかなか一般ユーザーが買って普及するとも考えにくいですし、カメラだったり通信だったり、今の 4G LTE でできることっていうのはもうかなりやり尽くしたところがあると思いますので、 Apple にしろ Google にしろ、今この横ばいの状態をどう維持しようかっていうのは必死になっているところで、なかなか新しいものが出てこないっていうのが現状だと思います。最初ご紹介した調査会社 MPD の調査結果だと、他にはもう 5G のことについては3分の2の方が認知していて知ってはいるんですけど、次その 5G の端末買いたいなと思ってらっしゃる方は3分の1でした。アメリカ、韓国などではもう 5G すでに使えるようになってて、一部の地域では使えるという状況の中、まだ普及するまでは世界の中でも全くその状況になっていません。今あるのはサムスン、LG、モトローラなどが 5G の端末作ってて、一部の地域では使える状況になっていますが、全体的に普及するには 5G の通信網の整備もありますし、またそういうコンテンツとしても 5G で使える新しい画期的なコンテンツがないとなかなか広まっていかないと思います。今そういうハードウェアとソフトウェアが整備されている状況の中、爆発的にまたスマートフォンを上げていこうと思うと、もう少し時間がかかると思いますし、今後その大普及と言えるまでにはまだ3年ぐらいはかかるのかなという感じが、実際この調査データの結果を見て思いました。今回は調査結果からスマートフォンの買い替えサイクルが長くなって、次スマートフォンが伸びるとしたら 5G の整備がされてからという内容の動画でした。また日本でのスマートフォン事情についてもレビューしていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。